選手の成績がこちら。リーグ戦17試合に出場1ゴール3アシスト。さらに今季は伝説となったキックドリブルまで披露してしまう。ガキキックオフドリブル初めて見たけど笑った。正直もっと試合に出たらもっと点決めてたかもわからんよ。ガキには時間が必要なんだ。来季は恩師がモナコの監督に就任するかもしれないから復活ワンチャンある。久しぶりの試合すぎてルール忘れちゃったのかな。なんだかんだ試合ではいい動きしてるけど体が重たそうに見えるんだよな。ガキはモナコのアイドルなんだ。ドイツの恩師が来たら熱い。ご視聴ありがとうございます。全力で毎日投稿しているのでよかったらチャンネル登録ポチッとしていただけると嬉しいです。